あなたの心の神回 VS 最終回、須山拓司です。アニメや漫画をより楽しむための動画をお送りしておりますということでね。そんな今回のテーマは、みんなのツイッター投稿で選ぶ週刊アニメランキング。鬼滅が一足早く最終回となっております。僕は見たアニメをね、このようにツイッターで感想を上げていまして、そちらのいいねを1ポイント、リツイートをね5ポイントで計算し、その合計値で毎週発表しているオリジナルランキングとなっています。250ポイント超える今週の神回、同ポイントの場合は好みで順位付け、不正投票はポイント無効になります。はい、ということでね、今週も僕の個人的な好みで選ぶベスト3からいきたいと思います。第3位です。鬼滅の刃遊郭編最終11話ですね。こちら2つの兄弟愛にほろりと来たよ。そして第2話、そのビスクドールは恋をするですね。こちらマリンもジジ様もフラワープリンセス列もシュキー。はい、ということでね、第1位はアケミちゃんのセーラー服第6話ですね。でもキサキさんはもっとシュキー。はい、さあ、それではツイッターランキングに入っていきましょうか。まあ、先週はキセコイの4連覇を止めた進撃の巨人が新チャンピオンとなった週となっていまして、今週は鬼滅の刃の最終回などを抑えてですね、2連覇達成できるんでしょうか。そのですね、第20位は37ポイントで、賢者の弟子を名乗る賢者第5話ということで、こちら放送前はダークホース枠にね、入れられていたわしかわいいが5話目にしてやっと登場、遅いという状態となっています。まあ、ナロー系らしくてですね、配信の調子はいいんですけども、この作画でアニオタを納得させるのはやっぱり難しかったということでしょうか。そしてですね、今週は先に宣言しておくとね、上と下のポイント差がえぐいこととなっております。第19話、48ポイントで、東京24区第6話ですね。こちら一つだけ伸び悩むクローバーワークさんの第3の矢はここに来てさらにポイントが大幅ダウンという形となってしまいました。まあ、売りである SF サスペンスのストーリーがなかなか盛り上がりを見せないんでですね、離脱して人がですね、徐々に増えている模様となっています。第18位は50ポイントで、ハンマーバキ第5話ですね。こちらマウス登場で、こちらは3話以来のランクインとなりました。どんな人間でも、たとえ世界チャンピオンであっても完璧な連携を見せる3人の前では敵じゃないということで、人は格闘技に幻想を抱きすぎるとですね、なかなか挑戦的な話となっていまして、バキファンのハートをまたまたくすぐりまくりとなっています。第17位は70ポイントで、殺し合い第5話ですね。こちら話が進めば進むほど殺し屋パートとこの日常パートのギャップが激しいんじゃとなってきました。女性向け少年漫画の少年の部分はですね、バトルの方じゃなくて、まあ、このラブコメの方だったみたいということでですね、けれどポイントは大幅ダウンと、まあ、男性陣を中心にですね、ちょっとね、この辺が不満なのか、離脱者が増えてる模様となっています。第16位は78ポイントで、怪人開発部の黒市さん第5話ですね。こちら、黒市さん、幹部と戦えるんだったら怪人作るより自分で戦えばいいじゃないというような回答もなっていました。そして、ウルフ館はいつの間にか作中随一のお色気要因ということでですね、そんな黒市さんは安定の10位とポイントとなっています。第15位は82ポイントで、時効代理人第6話ですね。こちら、絶好調だった時効代理人が大幅ダウンしちゃったんですけどという100ポイント以上のダウンとなってしまった結果、今季初のベスト10圏外に飛んでしまいました。番外編とかやっちゃうからじゃーと言いたくなるんですけども、そしてですね、最初は珍しいと思ったんですが、これ今回もベテラン勢でね、落としてくるということで、年上を日本以上に敬う中国でですね、アニメでこういったお年寄りをですね、ピックアップすると受けるんでしょうか。第14位は83ポイントで、天才王子の赤字国家再生術第5話ですね。逆に調子を上げてきた天才王子は今季最高ポイントとなりました。交渉だけじゃなくて、自らバトルもね、行った展開と帝国のお家騒動と見せかけておいて、ロアのね、ガブコメもね、絡める。結果ですね、2人目に続いてこのロア人気も急上昇となったのは繋がったのかもしれません。何気にヒロイン勢の人気が高いのは天才王子です。第13位は125ポイントで、からかい上手の高木さん3第6話ですね。こちら、高木さんの神回来たー。そして、エンディングの学園天国も最高とね、盛り上がっておりました。まあ、そんな感想の中にですね、74年のフィンガー5の学園天国のエンディングは古いなんていう感想もあったんですけどね、まあ、今回のこの高木さんの見解からですね、ドラマ愛し合ってる回で使われた89年にね、小泉京子のカバー曲の方をイメージしてるんじゃないでしょうか。二人に対して愛し合ってる回とね、そういったメッセージもあるのかもしれません。そのようにね、ツイッターは盛り上がって3万を超えるこちら大トレンドを起こしたんですけども、ポイントはやっぱり今週も伸びんのじゃーという結果となってしまいました。
でもね、他の人のツイートを見てもそんなにポイント伸びてないんでですね、高木さんは自らツイートする人は多いんですけどもね、まあ他の人のツイートを見て、まあいいねとかリツイートを俺あんまりしない。まあちょっとね、ラブライブみたいなね、状態となってる模様となっている感じですね。まあ見ている人は深夜アニメ好きというよりも高木さんファンが多いのかもしれません。第12話は131ポイントで、ファンタジー美少女ジュニコおじさんと第5話ですね。ニセキリトの活躍はまだまだ終わらないということで、こちら名前をひたすら隠しているのは、本名は霧ヶ谷和人だからね、物理的に表示できないと言ってるんですかとね、突っ込みたくなるような形だったんですけども、もう私こういったいじりは大好物でございます。もう神宮寺じゃなくて、このニセキリトとファビニコおじさんの二人旅でいいじゃないと。第11位は134ポイントで、平家物語第5話ですね、止める重盛がいなくなって清盛がついに戦を起こすということでですね、今週は調子が良かった作品をポイントを落とす中ですね、平家物語はそういった展開で安定の100ポイント超えとなっています、けれど今週もギリギリベスト10に入れないのがですね、まあ、今期の平家物語のね事情となっておりまして、これで早くもですね11位をですね3回目となっています。さあベスト10の第10位は138ポイントで、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第6話ですね、やだパンティあげちゃうなね、このコメディからスタンドバトルまでということでね、このギャップの大きさもジョジョの魅力の一つでしょう。まあ、メイドラゴンで小林さんも演じてたこの田村さんのエルメスの白紙の演技でね、大爆笑しちゃった回だったんですけども、ポイントはいつもよりね伸び地ということで順位も落としてしまいました。やはりジョジョファンはかっこいいところが見たいのかもしれません。第9位は141ポイントで、サビクイビスコ第5話ですね、熱血男は少年たちのハートをわしづかみ、イケメン男は少女たちのハートをわしづかみということで、ファンタジーの世界でもそんなちょっとリアルを見せたことが刺さったんでしょうか。サビクイビスコは第1話以来のこちらベスト10入りということで躍進してまいりました。今期はですね、ナロー系だけでなくても、ラノベ原作アニメは軒並み復調なんですけどもね、そんな中このツイッターランキングで一番頑張っているのがこの作品となってきました。第8位は151ポイントで、スローループ第6話ですね。暑いんだったら釣りしようぜとね、またまた恋ちゃんパパが嵐を起こすということで、海に来たのに泳ぐんじゃなくてですね、釣りをするのがね、この釣り人たちの生き様というんでしょうか。泳いだ方が絶対涼しいと思うんですけどもね。そしてですね、おとり捜査官にね、つつもたせずりーとですね、この小春のワードセンスがじわりじわりと来るのもこのスローループとなっています。第7位は161ポイントで、進撃の巨人ファイナルシーズン81話ということで、こちら先週は巨人による地ならし会が圧倒的で高ポイントだった第1位だったんですけどもね、ここからランキングの地ならしも始まるかと思ったら全然始まらねえ、大幅ダウンとなってしまった進撃です。しかもですね、今週はね内容も悪くなかっただけにですね、このポイントが大幅ダウンしたのは完全に放送時間がいつより遅かったからじゃーとね、突っ込まずにいられないわけです。地ならしによる無双タイムを自らの手で止めちゃうよということでですね、誰も止められないと思っていた巨人たちの地ならしをオリンピックが止めちゃったよと。第6位は165ポイントで、箱詰め交番女子の逆襲第6話ですね、絶対に負けられない戦いが警察官の合コンにもあるというね、そんな第6話となっていました。出会いの少なさは合コンで取り返す、そして世間のイメージの悪さ嘘で騙しきるということでね、警察官としてどうなのかという感じなんですけどもね、特にですねこの息をするように嘘をつくそんな富士ね、部長のキャラがもうつぼってつぼってしょうがなかったという形となっています。美人だけど絶対に恋人にしてはいけない、そんな見た目と中身がまるで違う美魔女がここにいたよ、まあ、使い方は違いますけれども。さあジョイベスト5の第5位は174ポイントで、王様ランキング第17話ですね、200ポイント超えの先週からポイントは大きく落ちたんですけどね、今週は周りがもっと落ちたんで順位はアップで14話以来のベスト5入りとなってきました。ボッチの強さでアピスを改心させるんですけどね、そんなボッチもかなわない王権の不死身力となっていまして、そして他の作品と違ってこのバトルが盛り上がるとポイントが伸び悩むのがね王様ランキングのネックの一つともなっています。第4位は211ポイントで、プリンセスコネクトプリコネニキ第5話ということで、タイムリープか異世界転生かというですね、原作ゲームをやってない謎だらけのね、今回の展開の世界と、そして神里の再びでですね、今回は笑いよりもですね、キーリたちとのですね、ほろりで見せてきた、そんな回ともなっていました。けれどですね、今週も上位陣には届かずということで、1位を取るためにはですね、プリコネもそろそろちょっとね、爆発的な神回が欲しいところとなっています。
さあということで今週はこの3つ神回3つがダントツに飛び抜けた1週間となっていまして、ここからの3作は全て300ポイント超えとなっております。そしてですね、クローバーワークスのこの神回2つ VS で鬼滅の刃遊郭編の最終回というね、構図も出来上がりましたということで、勝つのは神回かそれとも最終回なんでしょうか。そんな第1回は399ポイントでした。あけみちゃんのセーラー服第6話ということで、キサキさん神回がついに来たとなっております。キサキさんファンの皆さん、お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれませんということで、こちら原作ではですね、序盤に来たキサキさん回をアニメでは中盤に持ってくる勝負どころとなっておりまして、原作でもですね、あけみちゃんのヒロインと言われるこのキサキさん回をアニメではクローバーワークスがいつも以上に気合を入れた美術背景と演出で、この女子と女子の青春ドラマがエモエモエモというね、仕上がりで、神回バックダンスという形となったわけです。結果ですね、あけみちゃんが久しぶりのね、トレンド入り&このキサキさんもトレンド入りしていたということだったんですけれども、けれど今週は上位陣が強すぎたんじゃ。さあそんなキサキさん神回を抑えた第2話511ポイントと圧倒的でした。そのビスクドールは恋をする第6話ということで、このマリンの手記からですね、ジュジュ様降臨、さらにジョジアニメとは思えないフラワープリンセスレスの相関図ですね、今週も5万を超える大トレンドを起こしまくりとなっていました。もはやですね、トレンドの大きさだけだったらマイクールのね、王者無色転生を超えてきたということでですね、単純に見る人がこの2倍にもなるしですね、女性も盛り上がっているのがやっぱり大きな作品となっています。まあ、今回はですね、どちらかというと男性がジュジュ様にね、盛り上がってる印象でですね、女性はですね、マリンの手記で盛り上がってですね、そしてですね、ジョジアニメ好きはフラワープリンセスレッツで盛り上がるというですね、もう三位一体の連携が完璧にはまってですね、2話以来の500ポイント超えにつながったわけです。まあ、ヒロイン人気がですね、女性からも高いというのはね、男性向けラブコメは非常に珍しい形となっておりましてですね、これはですね、前に語った本当にかぐや様やね、5等分の花嫁を抜いて、最近のラブコメ漫画で一番売れた作品になるかもしれないわけです。ただしですね、歴代を狙えるには怪物すぎる足立みずる声だけは勘弁なと。そして、第1位は、なんと3620ポイントでした。鬼滅の刃遊郭編最終11話ということで、こちら三位一体が決まった奇跡を破ったのは2つの兄弟が爆発した鬼滅の刃ということで、神回 VS 最終回は今回はですね、最終回の圧倒的なね、勝利となったわけです。まあ、神バトルの連発でね、まあ最近は4位2位とね、順調に順位を上げてきた鬼滅がですね、最後はバトルなしの感動回で圧倒的な第1位ということでですね、まあ最終回や3期ね、刀鍛冶の里編の決定のブーストもあったんでしょうが、あんなに残酷だったのにずるいというね、そんな声も上がるほど、この牛太郎とダキの兄弟やのね、ほろりほろりと来る人が続出したというのがね、決まった形となっています。まあ、鬼滅の最大の魅力は神バトル以上に感動なのかもしれないよとね、感じさせる回だったんじゃないでしょうか。結果ですね、こちらね、3620ポイントで今期最高ポイント、さらにですね、この伝説の大神回日暮らしの泣く頃に5 23話北条鉄平の里子和紙会も抜いて歴代最高記録となったわけです。鬼滅の刃が優秀の美を飾ってきました。ということでね、今回の5話6話系のランキングをまとめるとですね、37ポイントから3620ポイントというね、この冬一番の格差ランキングをですね、鬼滅の刃が制して一足早く1位でフィニッシュとなりました。あとはね、この総合界でどこまでポイントを伸ばしてですね、総合1位になれるんでしょうかということでね、こういったアニメや漫画をですね、より楽しむための動画を随時上げておりますんで、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた。